石垣の隙間で活動する、シーノミミミガイ、学名キャシダラプリコートリモットーイズは、誘拐名オカミミガイカに分類される巻きガイの一種。南日本を含む東アジアの熱帯、亜熱帯域に分布し、天石や石垣からなる内湾の海岸に生息する。日本産はニア種に分類されており、九州、四国、本州南部産は、シーノミミ,ミガイ CP ジャポニカ、 アマミオ以シマイの熱帯インド太平洋産はヒゲマキシーのミミミガイ CP プリコートリモットオイズとされている。生害は拡張10ミリメートル前後。貝殻は拡張が尖る水滴型で和妙通りシーのミに似る。縫合のもとにごく細いラコが数本走るが殻の表面はほぼ平滑である。色は弱い光沢がある赤褐色や 紫褐色だが、高褐色の個体もいる。生害は、カラコウガイ外縁が飛行し、確定方向へも張り出す。カラ口に付きてる葉は、内側に3個、外側に1から2個ある。確定に、へそ口はないが、周囲の縫いたいが盛り上がる。若い個体は、ラト頭が短毛に覆われ、カラコウガイ外縁が飛行していない。和美王の耳は、 空口の形状が人の耳たぶに似ることに由来する。アッシュシーの耳がいのタイプ産地は、長崎県で、分布域は、太平洋側は三浦半島以南、日本海側は山口県以南である。元アッシュヒゲマキシーの耳がいは、熱帯インド太平洋沿岸に広く分布する。内湾の天石海岸や古い石垣護岸に生息し、天石下や石垣の奥の、暗く湿った部分に潜む。 元足ヒゲマキシーのミミミガイは、マングローブにも生息する。同詞的には、ウミニナ、フトヘナタリ、イシダタミ、タマキビ、アマガイ、カクベンケイガニ、フタバカクガニ、フナムシなど多くの生物が見られるが、本種は満潮線付近だけに見られ、他の生物に比べると、体上分布の範囲が狭い。さらに暗い場所に潜んでいるため、生息状況がつかみにくい種類でもある。 内湾の石垣護岩に多く生息するが、日本では20世紀後半頃から、隙間のないコンクリート護岩への回収が進み、本種の生息地が激減してしまった。南西諸島のヒゲマキシーノミミミガイは、比較的多産するが、九州以北のシのノミミミガイは、生息地が少なく、危機的状況にあるとされている。佐藤聖天変、有明海の生き物たち日ガ 川口域の生物多様性2000年回遊者、ISBN49 億593万57、ハット ABCD 環境省生物多様性、情報システム陸産海類、炭水産海類レッドリスト付属説明資料平成22年3月、AB 奥谷高社編著、日本近海産海類図鑑2000年東海大学。 出版会 ISBN9 兆7844億8601万4065長崎県環境部自然保護課気象野生動植物捕獲等禁止区域について C の耳みがい、ひげ巻き C の耳みがい日本のレッドデータ検索システム長崎県環境部自然保護課長崎県レッドリスト2011年改定版ありがとうございます